イキトスはペルー北東部にあるロレート県の県とアマゾン川上流のマラニョン川に面している川口から 3700km あり3500トンの大型船が遡る人口は43万7376人陸路では行けない世界最大の町と言われており船が飛行機でしか町に入ることはできない市街川辺1750年代に ヨーロッパ人及びペルー人によって、原住民へのキリスト教の布教のためにイキトスは創設された。1864年、居住者がロレート地区を開発し始めてから、町は成長し始め、ローマカトリックの大木区の中心となった。1900年代初めにゴムブームが起き、町はゴム産業で知られていた。そのほとんどが若い独身男性で占められる数千もの人が、 世界各地から町にやってきて、自らの将来をゴム産業に委ねた。その後、自動車及びその還元産業の発展により、世界におけるゴムの需要が激増した。その一方で、商人となったり、金融業を営んだりする者もいた。多くのヨーロッパ人男性が、原住民の女性と結婚し、多民族的な家族を形成しながら、結婚後の人生もペルーに泊まり続けた。 これら移民によって、欧州の服装スタイルや音楽、他の文化的要素が意気とすにもたらされた。主にコーヒー、タバコ、綿花、木材の生産を行う、観光、エコツーリズム。ありがとうございます。